こんにちは、速稼塾の久保です。まあ何か物事を一生懸命ね、短期集中でやるってものの連続で私は人生ができていると思います。まあもちろんね、休息は必要だと思いますし、レジャーの時間っていうのは自分に対してね、徹底的な癒しを与えるものでもあります。そしてそういった休憩があるからこそ次のアクションにまた集中できるとは思うんですけども、いや多くの方は休憩の合間に何か一生懸命やることを考えているのかなっていうふうに思うんですよね。もちろんそんなつもりはなくて、いつもこの瞬間に一生懸命だというふうに思ってるはずなんですよ。だからこれがタチが悪いんですよ。で、私はですね、私のことで恐縮なんですけども、やってもやってもこの程度やったっていううちに入るのかなっていうふうな疑問をいつも持ってるんですよ。これが私の言う自己否定論なんですよね。まあサイトを1万個作りました。でもいやなんか1万個も作らずに何かできる方法あったんじゃないかなとかね、たった1万4千個で私はもうサイトを作るのやめてしまって、なんかいまいちだったなとかね、こんなもんでよかったのかなとかね、さまざま考えます。その YouTube の動画アップロードにしてもまだ全然できてないなっていうところが大きいですよね。毎日毎日動画を1本2本作ってる方からすると、これだけやってるのにまだ収益につながらないぞって思うかもしれませんけども、まあ10倍20倍30倍やってる私とかね、吉田さんに言わせれば、こんなもんじゃまだ数に入んねえよみたいなね、要するに目標値基準値がもうかなり違うんですよね。だって普段のトレーニングも何を基準にしてやるのかっていうと、まあ疲れるとか自分の意欲が衰えるってものを基準にするのか、そうではなくて目標値に達するかどうかを基準にしているのかだけでも大きく違います。多くの方はいやもう今日はいっぱいやったからもうこの辺でいいか、疲れたしってなるかもしれません。でもどうですかね、私はね、吉田さんまた意見聞きたいんですけども、私の場合は気が済むとか済まないとかっていうのもあるんですけども、こんなもんじゃ足りないなとかね、まだ発信したいことがあるなとか、まだまだこの辺で歩みを止めるわけにはいかない、いかないなと思ってるんですよ。というのが、このぐらいの行動活動で自分の求めているものに達するわけがないと思ってるんですよ。自分の求めているものはまだまだね、高いところにあると思ってるんですよね。まあ、ただ一応生活費をなんとかするっていう、まああえて言いますけども、その程度の低いレベルはクリアしてると思うんですよ。ただ人間、生活費が出ればそれでいいんだ、食って寝てでいいんだっていうことではないです。時には家族を養ってみたり、奥さんや子供の笑顔を見てみたかったりね、それから年老いていく両親に何がしかの、お返しをしたくなったり、まあいろいろするわけですよ。そうなった時に生活費だけなんとかできるレベルだったらできないんですよね。もちろん周りの人がそれを望んでいるかどうかは分かりません。ただ私がそうしてみたいっていうふうな好奇心があるんですよね。で、いろんな所有物もありますけども、それを手にしたらどうなるだろうかっていう好奇心が出るんで、その好奇心を埋めるために人生を使ってるだけなんですよ。まあ、ですんで人生の好奇心がそこまでなければ、多分満足度とか幸せの尺度って大きくなると思うんですよね。ただ食べるのに困らなければいいよっていうのも素晴らしい生き方だと思うんですよ。私の場合は本当にかもられてるわけなんですよね。いろんなお金を出させるためのいろんな罠がこの世の中に仕掛けられていて、その罠に簡単にアクセスできるインターネットってものがあるので、ついつい検索してあれも欲しいこれも欲しいってなっちゃうんですよね。結果家の中は物で溢れるというね、物で溢れて、でまあそれを飽きるかどうかっていう問題はありますけども、飽きるものもありますけども、ほとんどのものは手にしてよかったと思ってますね。私の人生ってのは手にしたものと手にしてないものによって作られてると思うんですよ。過去は手にしたもの、未来は手にしてないもので、まあ今形作られてるのかなっていうふうに思いますね。ですからこれからもね、いろいろな好奇心に正直に生きていきたい。まあそのためにお金必要かなと思うところがあります。そしてですね、短期集中で物事に当たる、その連続が人生を作ってると思いますので、いつでも燃え上がるような充実感がありますね。まあ、今回は以上にしておきましょうか。まあ、凡事徹底って本当にいいテーマだと思います。私にぴったりのこの4文字言葉、凡事徹底、徹底的にこれからもやっていきます。